夜間に信号無視の歩行者を跳ねて死亡させたことがあります。結婚して幸せになる権利はない、一生償えといろんな方に言われ、たくさんお叱りの言葉をいただきました。実際事故から2年以上経ちますが、社会復帰は未だにできておらず、自宅に引きこもって生活しています。その間にストレス性の皮膚炎と重度の痔になり、現在進行形で苦しんでいます。これで十分罰を受けたと考えるのは甘いでしょうか。人並みに結婚出産願望がありましたので、この件で結婚を諦めてしまうと、高齢になって周りの友人がみんな孫がいて楽しい老後を過ごしている中、一人ぼっちだと、あの信号無視の歩行者のせいで結婚できなかったと思ってしまい、相手を恨んでしまうと思います。そうなると償いの気持ちからはかけ離れてしまう気がします。どうするのが一番良いのでしょうか。孤独で寂しい老後を過ごすことが人命を奪ったことへの罰になるのでしょうか。償い？償って何になるんですか。神様が見てるから、罰を受けてしまうから。神なんてあんなデタラメなものを信じない方がいいですよ。そっちの方が気が楽だ。十分ですよ。あなたはもう幸せになっていい。償うってことと自分が幸せになることは全く別の話だと思うけどな。みんなはどう思う？